天才幼児の赤字国家再生術、ショートドラマ第9弾、嫌がらせライフワーク。ウェインに嫌がらせしましょう。嫌がらせですか？ええ、最近忙しくてろくに休暇も過ごせていませんからね。ここは一つ、いくら嫌がらせをしても全く心が痛まないウェインで気晴らしをしようかと。恐れながらロウェルミナ殿下、今の帝国は帝位をめぐって王子たちがしのぎを削っている時期です。各有殿下もまた帝位をつかもうというお一人なのですから、そのような雑念にとらわれている暇はありません。まあ息抜きがてら計画するのであれば問題ないと思いますが。フィッシュならそう言ってくれると信じていましたよ。